シグ真っ黒黒。すごちょっとやってみよっか、ね、うん、少し落としてみよう。水深 43m、 ちょっととりあえず調査的に落としてみよう。すごいすごい、とりあえず早巻きでチェック。なんかかった、おおおかかったかかった、なんかかかった、なんかかったよ、ヒット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 、かかったかかった。お、うわ、ねえ、あれなんだ、あれ見て、あれ何、すげえでっかい、うわー、うわー、ごめん、帰って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 、おお、でかい、あ、ごめんごめん、よし、あ、よかった、あ、よかった、いいのか、うん、よかった、もう触りたくない、ほんと、うん、よかったよかった。とりあえず今は、うん、最初少しあの反応が良かったんで、ちょっとポイント行くまでの間ちょっと見つけたポイントで 40m ぐらいなんですけど、ちょっと落としてみました。 60g のジグを早巻き、うん、なるほど。で最初グーッと引っ張ったんで、ちっちゃい獲物かなと思ったら引かなくなったんで、あ、これはと思ったらやっぱりこれはでした。そういう見極めができるんだね。そう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 、よし、ちょっとこんな感じで、お、こんな感じで早まって、うん、だいぶ早いね、だいぶ早い。このレボの SP ビーストってやつなんだけど、うん、これね100センチ以上巻けるから、あ、一巻き、そう、これの早巻きにねめちゃくちゃ適してる。まあでもちょっとでやったら、うん、沖のポイント行こう、うん、あそこら辺見てみて、うちの先端ら辺、うん、あそこから出るとあの沖側になるので、まあちょっと揺れるけど、うん、ポイントもいいんであっちの方行ってみよう。はい、よし、ということで最初の、沖のポイント、よいしょ、まあのんびりこんな感じでずっとね、流しながらいろんなポイントを探ってきます、いろいろやってきます。で結構その魚探に反応がなくても全然食ってきたりするので、おお、来た来た来た、おら来た、あ、あ、お、うん、うん、なんか食ってるよね、食ってる食ってる食ってる、なんか食ってる、あ、外れた外れた、え、外れたわ、なんか食ってたわ今、おう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 、なんか食ってたわ今、なんだろう、おお、見て見て、おお、おお、お、すごい、見た見た今、ほら、あ、来た来た、なんか来るよね、お、来た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 、何来た、今ね、ナブラ、ナブラ、ナボってた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 、おーおーおお、すごい釣りだ、一発目から、おお、なんだろう、今いきなりね、なんかナブラみたいになったんだって、マジか、うん、お、なんだなんだ、お、お、お、あ、でっけ、おじさんだ、でっけ、やったー、おじさんでっけ、でかいおじさんゲット、すげえ、やったー、嬉しい、でもね、おじさんゲット、聞いて、今ね何かが後ろからバババババって来たんだ。ねえ、なってたよね。水面バチバチバチってしたもんね。うん、そうで魚見えたの。うん、で何かは分かんなかったけど、カツオかシイラかだったんだけど。マジで？おじさんではなかった。おいいじゃん。めっちゃいいでしょ。いや、これはお持ち帰りよ。お持ち帰り、やったー。うん、居酒屋先生。やった。今日は容赦なくするぞ。よし。今日はやっちまおうぜ。おう、お、お、来た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 、おー、しょ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 、来た来た来た、ほらほら、来た来た来た、ほら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 、はははは、本物だ、ほら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 、来た、やっぱこいつついてた、ずっとすごいすごい、ずっとついてたから、よっしゃよっしゃ、カズ釣りのシーズン来ました、やったじゃん、皆さん、夏が来ましたよ、ほら、あ、いいね、何でも釣れるシーズンが来ました、なんか意外と丸々してるよ、ちゃんと、ね、わー、いい、いいね、大物さんです、やった、ナイス、ちっちゃいけど ね、いいじゃん、やったね、でもこいつは写真撮って逃がしてあげようね、うん、きっとね、大きくなって戻ってきてくれる、
大きくなれよ。ふい。うおお。帰ってったね。やったぜ。大きくなったら遊んでもらおう。そうだな。よし。まだまだやろう。あいつの親玉釣るぜ。ね、間違いない。絶対一緒に回ってるはずだからね。そうそうそう。あ、すごいすごい。ほら見て見て。これほら。見て。これポイント入ってない。ほら。完璧に。おお。ピコ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 。あ、鳴ってる。あ。でしょう。いるね。ちょっと。いらっしゃいますよね。うん。これちょっとね。よし。お、お、お、ん？え、もう来た？ん？これ、あ、エビってんのかな？ん？あ、食ってる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 。え？あんま引かんよ。まさかの？おお、でも引く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 。来たじゃん来たじゃん来たじゃん。ああ、さっきの子さっきの子。ああ、マジか。わあ。ああ。バイ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 。もう一回落としてみるよ。うん。よいしょ。はい、ヒット。おお、引く引く。うん。お、なんだ？お、お、あ、もうまた。あ、もう来た。めっちゃ頑張るやん。いいやんいいやん。あ、これ入れ食い今日。あ、ね、いいサイズじゃん。うん。サイズアップしてるじゃん。サイズアップした。やったじゃん。あ、ちょっと太い。あ、いいね。それ美味しく食べれるやつ。これはね、食ったらうまいかも。あ、美味しいやつじゃん。え、いいね。うん。引きが違ったぜ。あ、え、羨ましい。ちょっと待って。やっぱこの釣り今ハマってる。この青物のパターンに。あー、いいな。やったぜ。やっぱその、一巻き。うん。1メートル負けるの強いね、うん、強いね、それはね、これはもう間違いなく強いね、早いもんね、ね、はい、あ、ほら、うん、ナイスサイズにアップ、これぶっといもんね、ね、こいつは、これ食えるね、食べれる、これ食べよう、その子はお持ち帰りで、うん、それはストリンガーにかけていく2馬力ボートの一つの知恵としてストリンガーってのがあります。ストリンガーにかけといて、で、血抜きをして、あ、血抜けとる抜けとる、抜けとる、あ、もう来い。ほら、撮っとると濃いやん。そうなんだって。あのね、皆さんカメラでと向けて撮ると来ないんです。ね。はい、そういうもんなんですね。ね。普通にやってたら来るから。うん。黙ってやっとけと。次の群れが来るまでとりあえずやっとこう。ほらほらほら。見て。あ、なぶっとるなぶっとる。なぶっとるなぶっとる。すごい。見た今の。見た見た。ジャバーンって。バカーンいったね。ちょっと待って、投げてみていい？いいよ。うわうわ来てるやん。かかってたかかってた。ちょっと待って待って待って。でも何、うん、見て、あれ見て見て見て。ほら。いや、もう。やばい。待って、すごい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 。いい、それいいサイズだよ。いいサイズだね、これ。あ、でも一緒ぐらいじゃないか。あ、でも一緒ぐらいじゃないか。これ。いや、いいサイズじゃん。いや、同じぐらい同じぐらい同じぐらい。これがいっぱいいるんだ。ほら。あ、いいじゃん。これがいっぱいいるんだ、いっぱいいるんだ。入れ食いだ、これ。こいつ入れ食いだけど。はい、釣りなん、ちょっとちっちゃいジグに変えました。これで私も釣れるでしょ。早巻きね。早巻きね。めっちゃ早巻き。ジャカ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 って。あ、いい感じいい感じ。シャクランでもいい感じ。もう。あ、来た。おお、来た来た来た。来たー。おお、来た。いやー、来たー。楽しい。やばい、入れ食いだ。マジ楽しいんだけど。やばい、今日入れ食い。おお、来たの速攻分かるね。やばいでしょ。すごいね、これめっちゃ入れ食いでしょ。おーおー、最後粘るで、おーおおすごい、今ね、何匹も釣り取った下に。あ、マジマジマジ、うん、ほらほらやばい、何匹も釣り取った今。あ、うぃー、最後粘るね。あーあーあー、のされてる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 、はい、いけー、やったー。スリーナ、はい、乗されるサイズじゃないぞ、それドラグが緩いのかな。いや、ドラグ緩いっていうか、もう水面入っとったよ、今。やったけど、それでもちゃんと釣れてるよ、やった入れ食いだけどもさ、うん、だけどこのサイズだね。このサイズかってちょっと欲張ってきたね、ちょっとあの、うん、釣れるって分かったら欲張り始めるやつね。ちょっとだけ、違うルアーでやってみたいと思います。よいしょ、ログズを引っ張ってみる。おお、お出てるじゃん。お出てるじゃん。今見た。見た。え、今出たよ。青物じゃなかったよね、うん、今の。何だった今の。なんだろう。ほっ、思いっきりそのルアーに反応した感じだったよ。だよね。お、来た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 。マジか。あ、大丈夫大丈夫、つばすよつばすよ。大丈夫大丈夫、キャスティングできたーい。やっぱこいつ、おお、跳ねる跳ねる跳ねる、わーい。あ、ゴーグルで取れとるね。取れてる取れてる、大丈夫だよ。
ここからさらにあの倍サイズとかになってほしいよね。まああいいね、あれの倍いいね。倍いいよね。倍いいね。目標、あのツバス以外の青物、うん、うわすげえ、やってる向こう。マジか。うん、ね、そのバシャバシャもちょっと違うのだから楽しいよね。そう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 。でもたまにバコーンになるやん、ね、大きいのいると思うよ。混ざってんだよね、だからやっぱ混ざってると思う。うわくたくた、うわくたくたくた。マジでかい？いや、でかくはない。あ、いや、サイズアップなってないね。うん、まあ一緒ぐらいかな。やっぱおるね。乗らん。あ、でも太いわこいつ。あ、脂乗ってそうじゃない？あ、太い太い。いや違う、こいつね、腹パンじゃない、腹が膨れてんだほら。うん、なんかほら腹パンだけど、わかる。お腹だけポコってなっとって身が細いじゃん。これはもうこれから太ってちょうだい。バイバイ。なるほどね。うん、そうなんだよ。魚が太ってるかどうかは背中を触るとわかる。あ、そうなんだ。背中でね判断した方がいい。背中がボコッと膨らんで体高があって、あの厚みがあるやつは美味しい。はい、じゃあちょっとツバスが多いので少し、味を変えます。これね面白そうだから買ってみた。はやぶささんから出てるやつなんだけど、まあここにさイカタンだったり、まあエビだったりなんかいろいろ餌つけて、で落として巻いてくるだけで、これで寝魚を狙おうっていうコンテンツです。こんな感じ。いいねいいねいいね。でこれの釣り方は簡単で、ボトム落としたらただ巻きで巻いてくるだけ。おで下で食ったら赤旗、もう高確率で、で上の方で食ったらなんと大当たりの大物旗です。ちょっとしたロックゲームやね。いいね、いい時期だもんね、今ロックやるにもね。そうそうそう、あ、ついた。でこうやって一定にこうやって巻いてくるだけ。そんな早巻きもせんでいいと思う。はい、ちょっと魚探の音消そうと触ってたらなんかすごい当たったから合わせたら乗りましたね。なんか本当あれだよね、撮ってる時と真剣にやってる時じゃない時の当たりがある、うん、そういうもんなんだよね。殺気が出てんのかな。これが釣りさ。お、なんだ、何が来るかな。あ、あ、赤旗だほら。いいな。しかも見て、上あごがっつん、めっちゃ綺麗。見て、いい、お、めっちゃいいやん。ほら、いいサイズだし、めっちゃ綺麗。いいサイズだな。いいね。この缶見て、このあ、この感じ見て、一番いいとこがっつりかかってるね。ってことはこれズルズルこうやってさ、スプーンの形状やもんで、ズルズル引っ張っとんのこうやって食ったんだな。そういうことか。流されてるもんね、ちょっとずつ。そうそう、流されてたから今釣りなん食べたいって言ってたでしょ。食べたい。どうぞ。やった、ありがとう。美味しいよこれ。暑い。マジで暑い。めっちゃ日が昇ってきた。で、さっきまで当たり前かのように当たってたのが、潮が止まってピタッとやみました。ダランダラン。ダランダランで風なくなって、で直射日光。めっちゃ暑い。日がじりじりしてるね。夏って感じ。これさ、日陰に入りたいね。間違いない。日陰なんてあるの、この海の上に。いや、どっか日陰行って、ね、ちょっと潮が走るまで。じゃないと死んじゃうよね。これ釣り人いないのが分かった。他の人誰もいないじゃん。全然いない。これみんなね、この灼熱地獄に来たくないんだと思うよ。いやだってさ、逃げ場ないよ。とりあえずあまりにも暑くて熱中症になっちゃうんで、あちら見てください。日陰があるんで、日陰にちょっと移動して、で潮がまた動き出したら釣りに行こうと思うんですけど、とにかく暑いんで近場の入り江に避難です。あ、めっちゃいるやん。何これ、キビナゴ、なんだろう、釣ってるかな。オッケー、あー、お疲れ様。日陰だねこれ、ちょっとね。ね、うっちゃ、ここを我らのキャンプ地とする。ちょっとここで休憩させてもらおう。やばい、マジで。
とにかく熱中症になる手前でした。危なかった。暑い暑い。栄養しっかりとって、水分もしっかりとって、そうしよう。一旦休憩して、で潮が動いたあたりでもう一回行こうか。さあこちらでね、はい、とりあえず朝食ですね。ね、はい、朝食の冷やし中華。いや、はい、マジでこのくっそ暑い中に食べるこれ最高だよ。そうなんですよ、もう汗だくっすね。もうでもここ涼しいね。ね、いい感じの空間見つけたね。うん、そうね。で時折漁師さんが来るんで、なんか漁場なんだろうねこれね。おお、うん、はい、では冷やし中華食べていきたいと思います。はい、体力回復を図りたいと思います。これでさあちょっと潮が動き始めて後半戦。さあこれラストチャンスだね。お、当たった。あ、切られた。お、来た。お、来た来た来た。え、なんだこれ。わかんない。え、何これ何これ。おお、落とした落とした。待って待って、これ俺 GoPro 撮ってるから。あ、ほんと？ちょっと一回これ切るよ。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しといてください。ベルマークもお願いします。言わないの？おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。 言う、言う、言う。